今の自分には余裕がないな。思考がぐるぐるしてるな。エネルギーがいい感じに循環できていないなっていう時は、人の話を聞くことに徹するようにしてみる。この時のポイントはその人に同調しすぎないことなんです。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さて、9月に入ると夏休みモードも抜けて、まだね、気温の暑さが残っていたとしても、気持ち的には切り替えの時期だなぁと感じる人も多いと思うんですよね。で、ここから年末に向けて一気に駆け抜けていくスピード感がありますよね。で、ここから今年1年を最高の年にするためにも、今のうちに自分を整えておくといいんです。で、それには自分の気持ちの中に不安や心配事がないか確認することがとっても大事な時期なんです。で、本当は不安があるのに見ないようにしていたり、心配事があるけど後回しにしていたりすると、これからどうしても運気もなかなか上がりにくくなるんですね。で、そんな時は少し視点を変えられると気持ちに変化して起こる現実も変わってきます。で、今回の最後には一緒にワークをするので、最後まで見ておいてね。ということで、9月にこんなアクションをすると、不安や心配事があっても不思議といいことが起こるようになる5つのアクションをお伝えしたいと思います。まず1つ目のアクションは、自然に触れる。公園で芝生の上を素足で歩いたり、大きな木に触れてみたり、園芸や野菜プランターを育てて土に触れたり、砂浜の上を歩いたり、海に手足をつけたりして、自然に直接触れるようにしてみてください。これだけで私たちの体の中に溜まっている不運なエネルギーを浄化することができます。で、体の中に不運なエネルギーとか、モヤモヤしたエネルギーがあるだけで、人は不安になったりイライラしがちになるんです。で、自分でも気づかないうちにモヤっとしたエネルギーを溜めてしまっているんですよね。で、ストレスにならないレベルの小さなモヤだったとしても、それが溜まってしまえば運気を下げてしまう原因になるんです。だから、常に体の中にあるいらないエネルギーは浄化しておくのがおすすめです。あと、現代人は電磁波も体に溜めてしまっていますよね。で、自然の力を借りると、アーシングして電磁波を地上に流すことができます。なんだかモヤモヤする、すっきりしないなっていう時は、自然に直接触れるようにしてみてください。で、木は特になんですけど、木に触るって実はものすごくストレスや不安を和らげる効果があるんです。触ってはいけない木もありますが、逆にこの木に触ってくださいっていう場所もあるんですよ。たくさんいろんな場所に行くと書いてあるので、その場所に従ってみてくださいね。そして、9月にするといいアクションの2つ目は、マッサージ。整体やカイロプラティックなどもいいんですけど、9月におすすめなのがオイルマッサージです。アロマオイルを使って全身の老廃物を流すタイプのマッサージがおすすめなんですね。で、アロマオイルには植物のエネルギーがギュッと詰まっています。自然のエネルギーを肌を通して体に取り入れると、体調を整えるのを助けてくれるんですよ。で、老廃物を流してすっきりした体になると、気持ちもニュートラルな状態に戻すことができます。まあ、リセットされた感じですよね。で、なかなか男性だと全身のオイルマッサージは行きにくいという人もいるかもしれませんが、足裏のリフレクソロジーのマッサージでオイルを使うコースを選択できるサロンも多いと思うので、気になった人は調べてみてください。そして、9月にするといいアクションの3つ目は、体を温める。で、思っている以上に夏の間は体の中が冷えています。で、一時的に体を温めるのもいいんですけど、少し時間をかけて体を中から温めるように意識してみましょう。で、体調にももちろんプラスになるんですが、体を温めることで自分のエネルギーも活性化します。で、そうするとやる気も出るし、不安から逃げずに向き合う勇気も出てくるんですね。で、朝ホットコーヒーを飲む人も多いと思います。で、コーヒー自体にもいろいろな効果があると思いますが、朝温かい飲み物を飲んで、
体を温めることに意味があるのではないかなと思うんです。よし、今日もいい仕事しようとか、今日はあれを片付けちゃおうとか、エネルギーにスイッチを入れてくれる役割がありますよね。体の中から温めることを意識してエネルギーを上げていきましょう。そうすると不安や心配ごとにもちゃんと対応することができます。そして9月にするといいアクションの4つ目は人の話を聞く。で、不安なことがあったりすると友達に会って聞いたよと自分の話を一方的にしてしまうことってありますよね。特に不安が強くなるほど聞いてほしくなります。自分を大切にする、自分のことに集中する、自分軸でいることはもちろん大切なことなんですが、思考が一辺倒になっていたり一方向のみに向いていると物事がうまくいかなくなることがあります。でね、自分に集中しすぎてしまうと周りの人のことがおざなりになってしまったり、他の人の気持ちに気づけるだけの余裕がなくなってしまうこともありますよね。今の自分には余裕がないな、思考がぐるぐるしてるな、エネルギーがいい感じに循環できていないなっていう時は、人の話を聞くことに徹するようにしてみる。この時のポイントはその人に同調しすぎないことなんです。同調しすぎて相手に感情移入しすぎてしまうとマイナスなエネルギーをもらってしまうことになるんですね。なのであくまでも客観的な視線で意識的には少し距離を保ちつつ寄り添って話を聞くようにしてみてください。客観的な、ね、視点になれると人に対しても自分に対してもフラットに考えられるようになるんです。その結果ね、不思議といい現実、幸を呼ぶ現実が起きるようになります。自分の中に余裕が生まれて、より高い視点からいろんなことを見ることができるようになるからなんです。そのための簡単な方法が人の話を聞くことに徹することですからね。そして9月にするといいアクションの5つ目は瞑想する。で、ここで意識したいのは頭をなるべく空っぽにする時間を作ることなんです。で、忙しい日々を過ごしている人が多いですよね。常に考えることがたくさんありすぎて頭にも心にも隙間がないっていう状態になっていないかな。私も放っておくとその状態になってしまって気持ちに余裕がなくなってしまうことがあります。で、そんな時は数分だけでいいので瞑想するようにしましょう。で、いつも瞑想している人も多いかもしれませんが、ここからの時期は冷静でいることが鍵になるので、瞑想して心穏やかになることを意識しましょう。毎朝ちょっとでいいので瞑想する時間を取る。ランチの後に一人の時間を作って瞑想するとかね、毎日瞑想する習慣を見つけましょう。そうすると気持ちの波が穏やかになって冷静に物事を見れるようになるので、その時のベストな選択ができるようになります。瞑想と聞くとちょっと難しそうだなと思う方もいるかもしれませんが、簡単にできてしまうものもあるので少しだけでいいのでやってみるといいです。で、瞑想は無理に雑念を消したり頭に浮かぶものを追い払ったりしなくても大丈夫です。おすすめなのは自分の呼吸に集中してそのままの自分を受け入れる瞑想法です。そのやり方は、まず椅子や床に背筋が伸ばせるように座って肩の力を抜いてリラックスします。そして目をつぶりましょう。その後に自然なペースで呼吸をして呼吸に意識を向けます。まず口から息を吐き出します。そして鼻から深く呼吸を吸って、その空気が肺に入り、苦しくなければお腹を意識して呼吸をしてみましょう。自分の呼吸を観察するようにゆっくりと繰り返します。この時に頭の中に他のことが出てきたりしても、それを無理に消そうとはせずに意識がそれたことに気がついてください。そして嫌なことが出てきたり、なんか悲しいことが出てきたら、その意識を呼吸とともに吐き出しましょう。そして再度呼吸に意識を戻します。
そしてそれを何度か繰り返してみましょう。まだ嫌なことが出てきたら、また呼吸とともに嫌なことを吐き出してみましょう。それでは目を開けてください。で、瞑想した後は物事に集中して取り組むことができたりするので、今の瞬間を大切に生きることができるんです。今この瞬間を大切にして、自分ができることをして、過去への執着や未来への不安を手放すことが今後の開運につながりますからね。もちろん自分のお気に入りの瞑想方法があれば、いつものやり方で瞑想してみてくださいね。ただ普段瞑想の習慣がないっていう人は、瞑想しようとしても頭のおしゃべりがストップしてくれないっていう人は、音楽を流すのがおすすめです。メロディーがあまりはっきりしていない一低音のサウンドをぼーっとした意識で聞くことに集中します。あとは自然の音もいいですね。滝や川、海などの水の音、風の音のサウンドを聞いてみてね。心地よいなぁと感じる音を選んでみたり、その心地よい音にだけ集中すること。そうすると頭がぼーっとしてきたり、意識が一点に集中してくるのを感じる人もいると思います。それは今に意識が集中している証拠なんです。その状態になれると、不思議と目を開けた時に頭にも心にも余白が生まれているはずなんです。ノイズキャンセルの機能があるイヤホンを持っている人は、イヤホンをつけて音楽を流すと、より外の世界をシャットダウンできますからね。日常の中で移動中でも休憩中でも簡単にできるので、ぜひやってみてください。今日は9月にこんなアクションをすると、不安や心配事があっても不思議といいことが起きるよということをお伝えしました。8月からスイッチを切り替えて、新たな2023年後半を最高な日々を過ごしていきましょう。今日の中でこれならできる、これやるなどあったら教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。今日はこういうコメントをいただきました。今日もありがとうございます。どんなに毎日綺麗にしても盛り塩をしても気運が上がっているように感じない時にはどうしたらいいでしょう。ありがとうございます。これね、多分なんですけど、盛り塩以上に邪気が溜まっているか、あとは自分の意識の方が強いのでお金がないって思っているかとかね、今日のお話じゃないんですけど、不安や心配事が大きいかなんですよ。で、気運が上がらない時は、大体がお金の不安や心配事がないか自分をチェックすることが大事です。お金の不安や心配事が大きいと、そっちが大きく影響していて、それを引き寄せるんですよね。なので今日のアクション、ぜひしてみてね。じゃあね。